大ガーホーホンノイモーギンオーハイ鈴木好み、皆さんお久しぶりです。アジアツアー in 香港、こちらが3月25日に開催となります。アジアツアーは約4年ぶりということで、私は今年が10周年だったんですけども、10周年のうちに皆さんに久しぶりに会えるということで、私もすごく待ち望んでいました。この4年間の間に溜めてた思いもあるし、楽曲もたくさん増えましたし、なので鈴木好みらしいセットリスト楽曲たちを持って皆さんに会いに行きたいと思っております。ぜひ会場で思いを受け取ってください。会えるのを楽しみにしてます。鈴木好みでした。